かせてください。あなたの思っていることを教えてください。あなたの暮らし、新しい出会いはいつも胸がときめくもの。音楽の向こうにある風景を一緒に見つめてみませんか。ニューサウンドスペシャル、高橋素子でございます。作詞作曲水越恵子、編曲後藤継俊。アフリカ、遠い地平線、乾いた草木も目覚めた時のまま、かげろうの向こう、大地を溶かして狂おすよ太陽。今日の Q&A はアフリカの中から、目覚めた時のままっていうこのフレーズをお借りいたしまして、目覚め、朝の目覚めについて伺ってみました。さて今日のゲスト、もう珍しいというかほとんど初めての、大変な美人ゲスト。今までは全部そうじゃなかったということですかと書いてある。いや母ちゃん自分でそう言ってるじゃない水越恵子さんです。ようこそ。どうも初めまして。ねえ、あ、初めましてってお会いしたのはね、もう元さんにお会いしたんですけども、はい、番組で榎木さん初めまして。どうも初めまして、よろしくお願いします。目が本気よ何よ、その気にさせようと思ってでも本当にあの初めてっていうのはね、うん、あの必ずやっていただくことがあったっけ。いやいや、もうこれはいつもね、うん、あの大きな声で万歳をね参照していただくっていうふうに、あの榎木さんと池谷ちゃんが言っておりますので、はい、じゃあ立ってよろしく、ね、じゃあ万歳よりも、もう色っぽいやつの方がいいんじゃないかと思うんですけど、うんうん、どうですかね池谷さんね。どういうの、あ、マイクロフォンにキスというやつを、女性の場合は、はい、はい、じゃあ続いてみましょうか。はじめまして、恵子です。あ、ぶっ飛んでますね、向こうで。ミキサーの母さんとか、ね、違う、私ね、私もうこういうね、こういうの許せないっていうのはね、うん、もうこの番組は 4,5 年になりますよね、うん、それで女の方もたくさんいらしていただいたんですけど、いつはまゆみさんとかね、どういうこと、アツタンカーメンさんね。あのね、ところがあのマイクにね、ええ、そういう赤いカバースポンジがね、うん、かわいいですね。初めてなんですよ。そうですか、うん、私一瞬で思わず酔っ払ってんのかと思ったぐらいということは、あの深尾さんね、ミキサーの、ええ、考えてたんですね今日。あ、私のために、うん、で今のあのキスのため、あではあのまずは水越恵子さんの曲いきましょう。あのこの目覚めた時のまま、私目覚め悪いんです私も結構低血圧で、うん、あの目覚まし時計を押してからもね、うん、5分はベッドにこううろ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 、5分ですよね。じゃ狙いはその間ですな。ええ、いやいや5分で済む狙いはね、うん、私30分ダメ、うん、あら、そしたら寝ちゃいますよまた、うん、ねえ、だからなんとなく目覚めの時のままで、あの多分その一日がね始まって、うん、行っちゃうと、ああ私最悪ってずっとそうでしょ、毎日が後悔、はい、ということなんですが、まあいろいろありますでしょうね、皆さん ね、 そうですね、個人個人。それじゃあこの目覚めの時のままというこのフレーズに入りました、アフリカ聞いてみましょう。どこまでも広い大地へ。
水越恵子さんのアフリカでした。本当にアフリカに行ったような気分になるわね、うん、あ、そうですか、うん、もう行きたくて行きたくてね。今朝もあの新聞開いてましたら、うん、29万8000アフリカの旅なんて載ってました、うん、もう私エジプトだけを決めちゃったから、うん、何それ。あ、お正月の話なんですけど、ね、後悔しちゃってね、うん、そういえばピラミッドみたいな顔してますね。あ、本当どういう意味ですか。もう鼻がピラミッドっていうかあれですね、うん、すごい鼻が整ってんのね、この方。そうですか、三角のこうピラミッドみたい。そうかな。いや、でエジプトに行くわけ、うん、でアフリカ入れなかったの。そうだから、まあ、一応アフリカ大陸なんだけど、うん、エジプトだけなんです。で曲作ったわけでしょ。え、それはね、うん、あの図書館から本借りてきて、うん、でいろいろこうアフリカの風景を見ながらね、うん、行きたいなっていう気持ちを。図書館から借りてくるとこがない。渋いと思いますでも割と安く水越さんの場合には曲ができるわけね。渋谷図書館はほとんどあれだ、資本がなしにあれでも反抗するでしょ。押すのよね、区役所かなんかの、ね、うん、そうそうそう、ね、あれすごくいいね、うん、なんかこう大好きやったりする。利口になったような気がしてね、うん、あのなんか自分のね反抗して。そうそう、中学校の頃って図書館でデートしませんでした。あ、あったわ ね、うん、ね、いつもたんぶろしてんだよね、あの親が許すのよね、図書館行くっていうと。夏なんか涼しいんで図書館だけど冷房が。最近はどこでもありますけどもね、うん、で私女子校だったからね、うん、例えばあの学校の終わり時間って決まってんじゃない、うん、で当然帰ってくる時間っていうのがあるでしょ、うん、親に図書館行くっていうとね、うん、許すわけ。そう、ね、ところがあそこはね、あの男子校と女子校の、ね、出会いの場所なわけ。やってました。私はね共学で、うん、大丈夫だったのその辺は、うん、校内図書館でバッチリ間に合ってました。じゃあなんでアフリカから図書館の話になる。さて今日の Q&A はこのアフリカの中から目覚めた時のままっていうフレーズをお借りいたしまして、うん、目覚めについてのお話ですね、はい、ではあのお聞きの皆さんの Q&A で紹介していきたいと思います。これあれですね、うん、目覚めた時にどういう格好してるかっていうのも考えながら聞きたいですね、うん、考えながらっていうのは、うん、一人一人パジャマなのかね、あ、浴衣なのかね、うん、浴衣っていないよ若い人には。あんまりいますよ。いないよね、あんまりいないんじゃない。パジャマホテルとか旅館か、ああ泊まった時ぐらい、うん、なんとか温泉とかじゃあ行きたいと思いますでもあの浴衣ってね、私たち実はね、うん、ホテルとか行くでしょ、うん、浴衣がないでしょ、うん、僕その話をしたんですけど、なんか行きずりのツアーのお金なんですよ
でもね、浴衣ってあんまり良くないと思わない？はだけちゃう、ね、じゃあ、うん、朝起きたら紐だけはね腰にあるのね。あのはだけるのがいいんじゃない？だって真ん中全部ないのよ、こういう風に。で、紐はしっかりね、あの紐が取れたんだ、ね、お腹に紐のとかだったりするんだよね。いやな、そうなの。で、さて行きたいと思います。はい、秋田県大館市にお住まいの匿名希望の方ね、18歳の女の子、ね、目覚めた時のまま、今まで最も印象的だった目覚めは、うん、憧れの彼と船に乗り渡米、日の沈むのを見ながら微笑み、お互いの目と目があった。私が静かに目を閉じると二人がだんだんくっつきそうになる。あ、もうすぐキスができる瞬間、パチッと開いた、惜しかったって、うん、こういう夢見ます？夢ね、うん、そうですね、あんま見ないですね。昔もよく見たでしょ、あの18歳ぐらいの頃は。10歳、18歳、18歳、ね、高校生ぐらいの頃ね、うん、どういうの？こうロマンのある夢ね、うん、こういう船の旅とかね、うん、まあ、あ、砂浜、あ、砂浜、うん、砂浜でこう夜明けの日の出を見てるみたいなね、夢で。いや、そのその部分を聞きたかったんじゃないのよね。どうぞ。男との問題。ああ、そっかそっか、うん、それでの夢をね僕はあの僕の中学校の頃なんかは夢を見ると、うん、やたら綺麗なのね、女の人がね。ああ、そういうとこなかったですか、女性の場合は。男がやたらいい男に。いや、なかった、なかった、なかった、うん、私ものすごく奥手だったし、うん、いろんな部分で奥手だったから、うん、あんまりそういうのなかったみたい、うん。で、夢見ちゃうと好きになっちゃったんですよね、僕らの時は、うん、あ、じゃあ夢の中にもちゃんと登場してくるの？だから例えばね、もこさんがもし出てくるとしますよ、うん、夢の中に。そうするともう好きになってるわけですよ、次の日は。面白いね。そういう、あ、私そういうの初めて聞いた。ない、うん、いや確かあるね、あの本当に実在の男性がね。でもね、夢に見るっていうことは、うん、やっぱりね、潜在的にあるんですって、うん、何かその人に関わり合いとかね、うん、気持ちの中の部分とか、うんうん、そうそうそう、だからあったのね、きっと、うん、私名前忘れちゃった、何だっけ、目見つめ合わない、えのきさんです、えのきさんあったのよ、えのきさんみたいな。ちなみにゆういちろうさん、ゆういちろうさん、あの、はい、池谷さん、ひろしさん、ひろしさん、ひろしっていう曲作ったのね、前、うん、ひろしっていう曲なんですけど、いいですね。もうちょっと歌って、あなたはスケベよって今頃どうしているのっていう歌、ひろしさん今頃ですね、どうしてるかと言いますとですね、あそこでレコード盤置いてね、次の曲行こうっていうスタンバイしてるだけだけど、うん、全然話が進まないじゃあ福岡市博多区にお住まいの匿名希望、なんで今日匿名の人多いの？浪人生、19歳の女の子、浪人してるかじゃないですかね。行ってみたいと思います。今まで最も印象的だった目覚めは、東京に一人で住んでいた時、私のアパートに彼が点々点泊まって、うん、部屋から朝出ていく時、まだベッドの中の私に優しくキスをしてくれた、うん、かっこ、それで私はふわっとした気分になってまた寝ちゃいました。うん、いいね、いいね、うん、映画みたいね、映画みたい、うん、そういう体験あった？行ってくるねって言ってね、うん、でキスすんのよ、キスしてね、うん、いいですね、うん、でも歯磨いてないでしょまだ。そうですね、ベッドの中じゃね、やだ、ね、現実的になっちゃう。なんで歯を磨くって話出てくるの？もう少し、カトリン・ドヌーブの映画にありましたでしょ、うん、だから私映画って嘘だと思うよ、朝起きてだから、うんうん、あのスプレーのね、うん、スプレーをシューッと拭くと、うん、そういう歯を磨いたみたいになって、うん、でそのまま彼女は、うん、あの裸の上になんかジャケットを羽織ってドライブしたという、うん、かっこよかったですよ、うん、あれ一度やってみたいなと思って、ね、うん、じゃないと、あ、本当？じゃないとまだ寝ててね、国道1号線ぐらいで待っててください、今度朝方なんか2人で会話が行ってるのあ、すいません、あ、すいません、私は行ってなかった、今のすごくいいタイミングだったツッコミが、はい、じゃあ次行きたいと思います。山口県防府市にお住まいの、あ、匿名じゃない、松林恵子さん、15歳の女の子、いいよ2人で会話してよ。今まで最も印象的だった目覚めは、
寒い寒いと思って目が覚めたら、毎晩一緒に寝てるミッキーマウスのぬいぐるみにばっかり布団がかかっていて、私には布団なんかちっともかかってなかったのである。かわいいね。え、ね、これミッキーマウスなんだからね、うん、いいんだけど、あの女房なんかだったらなんかするとね、頭にくんだよね、うん、寒いな寒いなと思ってるとパッと見ると女房が布団かぶってね、そうこの野郎と思って、ね、引っ張ってなんかするのね、うん、で喧嘩になったなんか、そうだね。そういうことないですか。お家もあるよ、うん、やっぱりどっちが取っちゃうの、浜さん。ああ、なんで分かんないよそんな話だって。そういう経験も当然ないですね。私は犬と毎日寝てるんで、うん、だいたい犬の方に行っちゃってるの、布団が、うん、ああ犬が噛んでこう引っ張るのかな、そうみたい。で、ゆだれべちょべちょするしね、うん、許すの、うん、困ったもんだなと思って、うん、あ、犬と人間だから許せんのね、うん、人間同士だとなかなか許せないよ、うん、恋人同士だとまた違うんですよね、うん、どうして、だから夫婦と恋人同士はまた違うんじゃないですか、うん、あの恋人同士だったら、あ、愛おしくなるの、そう恋人同士だったらくっついて寝るでしょ、朝もくっついてるでしょ、でも寝てれば離れんじゃないですかやっぱり熟睡したら、もうそれは無意識でずっと、あねえ、はい、今日二人の会話弾むわね私いい、じゃあ曲に行きたいと思います。あのひろしさんがね、はい、やることないもんで早く曲行こう行こうひろしちゃん、もう一回歌って、ひろしちゃんの歌、ひろし、はい、では曲に行きたいと思います。水越恵子さんで女のアリバイ。「
水越恵子さんの女のアリバイでした。それでね、はい、つまりあの10メーターぐらい行ってやったというね、そういうことなんですけども、ね、いや今曲を聴きながらね、はい、話をしてたんですが、じゃあ Q&A 行きましょうか。アリバイの話ね。アリバイ、いや、えのきちゃんって本当可愛いのね、そういう部分が、想像していただきましょう、お聞きの皆さんはね。かもしれない、なんだ分かんないよ。ひどいね、どうも。いや私最近こうなんていうのかな、想像っていうのがね少なすぎるようなね、あの全ての物事が分かりすぎてるっていうかね、説明しちゃうみたいなね、だけどあの個々があの勝手に想像して、そして結論は違っててもそれで膨らんだ方が楽しいことっていっぱいあるのにな、面白いし、音楽は全くそうですよね、そうね、こんな気持ちもあるのかなと思って、そうとても自分では想像ができないこととかね、なんか嫌にこう解説が多いみたいな気するね。あなたも割と解説多いんですけども。ではここで水越恵子さんの Q&A でいきたいと思います。職業音楽家、音楽業と書いてある、年は読まない、私より若いから、僕と3つ違いですね。目覚めた時のまま、今朝一番に頭に浮かんだことは、最近仕事忙しいな、今日こそ昨日みたいな下ネタのね、そういうことばっかり話してるラジオ番組なければいいな、アジでも焼いて朝食しっかりとろうと、ってこういうふうに思ったの。そう、うん、3つ思ったの、アジとアジとお漬物と納豆と卵焼きと、ちょっとあの3つ俺好きなんですよ。アジとお漬物と、納豆と卵焼き。お漬物はダメですけどね。あ、ダメなの、珍しい日本人ですね。僕都会子、都会人、そうです。あ、さっきから強調してますね、なんか。じゃあハムエッグに。そうそうそう。いやでもクロワッサンとか言わないでね。納豆が好きなんですよ。ああ、納豆美味しいですもんね。納豆とね、卵とね、アジっていうのは最高ですね。おネギを刻んで。そうそう。最高。あなたたちすごくいいね。いや私和食と違う、そうじゃなくて話の気がつくといつも元子さんが外れて黙り私だって入れないんだもん。でも朝ごはん食べたいなと思って目覚める目覚めっていうのは非常に健康な目覚めですよね。そうですね、あの私ね、4時間ぐらいの睡眠でもね、食べますね、本当、気持ちどうしても気持ち悪い時とかはね、もうそれは受け付けませんけど、とにかくあの食べますね、健康のために。あ、本当、朝が一番健康にいいんですよ、食うのがね。あ、私食べたことない、じゃないと、あの仕事から仕事に動き回ってるともうスパゲッティとか、おにぎりとかそんなもんばっかりになっちゃうんですよ。ひどい時はあの、ね、パンとかさ、カレーパンとか、あの、あと割と安いもの食べてるんじゃないですか。そう、そうなっちゃうでしょ。でも ね、インスタント的なもんになっちゃいますよね。そうあれはね、よくないです。ほら、また戻るから。今まで最も印象的だった目覚めは、スタッフと目黒の炉端焼きで飲んでいて、一人で帰ったのか送ってもらったのか分からず、ちゃんと朝自分のベッドにいたこと、ちょっとロマンチックさにかけますが、危険ですね。でもね、私ね、どこでも寝ちゃうんですよ。ああ、女性はあんまりこう正体を失っちゃいけないと思いますね。真面目なこと言った俺も。正体を失わせようと思って必死になってんのに。じゃあ次行きたいと思います、はい、水越恵子さん、お休みの日目覚めたままであなたのしたいことは。あなたとかないでしょ。あなたのしたいこと。でも私あなたっての好きなの、あなた読んでください。はい、お休みの日目覚めたままであなたのしたいことは、映画のようにボーイさんが朝食をベッドの上に運んでくれて、素敵な人とシーツにくるまって食べること、歯磨かないの。あ、そうね。なんで歯を。だって。でも素敵な人と一緒にいるわけでしょ、ベッドの中に。そこへボーイさんが入ってきたら恥ずかしいね。でもシーツでほら胸ぐらいまで隠してね、よくあるでしょそういう。いいですねあれ。一度やってみたいな、ホテルでね。露出狂みたいね。いや、そうじゃないの、そうじゃないんだけど。いやだ。なんかこう綺麗じゃない。できるじゃないですか、すぐ。やろうと思えばね。問題はこの素敵な人ですね。そうですね。絵にならないとダメでしょ。絵にならないとダメでしょ。31歳、31歳、別にまあそうですね、31歳でちょっと陰りのある人がいるんですかね。いますかそういう人。もうね、僕知ってる人がいるんですけどね。あ、本当に。ちょうどいい年のですね、31歳って。あなたたちすごく合うね。ごめんなさい。いいんだけど、今日の休養上は、目覚めた時のままっていうね、でもいい言葉ね。そうですね、現実考えたらあんまり良くないんだけどね、目覚めた。この目覚めたは、アフリカのその大地というものが生まれたそのままの
うん、あれ木とかね、うん、そういうイメージであの草木が目覚めたまま、うん、のままでというね、うん、もうアスファルトもビルディングもなくて、うん、でもあの救援では全然そうじゃない朝の目覚めっていうね感じでお話してきたんですが、救援で目覚めた時のままと題してお送りしてきました。さて皆さんもこのニューサウンズスペシャルに参加してみませんか。参加の方法はとっても簡単です。おはがきにあなたの住所、氏名、年齢、職業書いていただきまして、今一番したいこと、これを必ず書いて送ってください。でその中から何人かの人に Q&A 用紙をお送りしております。宛先は郵便番号150東京都渋谷区神南 NHKFM ニューサウンズスペシャルの係です。さてここで皆様からいただきました今一番したいこと、これをご紹介したいと思います。あの恵子さんは、はい、今一番したいこと何や。そうですね、うん、やっぱりアフリカ行ってジープを運転したいことと、あと南の島に行って半年暮らしたりとか、うん、で日本に帰って半年暮らすみたいなね、うん、いろんなちっちゃい孤島に行きまして、うん、あの無人島みたいなところ、うん、非常に感激したのね、うん、ただヤモリがちょっと怖かったですけどね、うん、あれね瀬戸内海にはいっぱいありますでしょ、うん、あそうですか、うん、誰もいない無人島って当たり前ですけどもね無人島いっぱいあるんですよね、うん、それは誰のものなの。国のものかしら。そういういろいろあるんじゃないですかいろんな、うん、ではここでお聞きの皆様の今一番したいことね紹介したいと思います。三重県にお住まいの福田幸子さん23歳の主婦の方、うん、今私が一番やりたいことマタニティを着て主人と手をつないでお腹を堂々と突き出して街を歩いてみたい、うん、新婚9ヶ月自腹ですね自腹はお腹ですね、うん、自腹は醜く突き出しても中は空っぽね。つまり太ってるわけですね、うん、お腹がねドーンとね、うん、だからおめでたですかって言われて恥ずかしいのなんのって悔しいからねね、うん、だから早くとってもとっても赤ちゃんが欲しいんですよって。もこさんまだですか。あのすいません自腹です自腹です今よく分かんなかったですか、うん、はい分かりましたよね。分かりましたよ。お腹が太ってておめでたですかって聞かれるって実はそうじゃないんで、うん、最近解説が多いいやいやなんかちょっとね分かりにくかったかなと思って、うん、分かったよね。よく分かります。よく分かりました、うん、いやでも女の子って2パターンいると思わない、うん、絶対にそういう姿見せたくないっていうパターンと、好きな人のね赤ちゃんができたんだから堂々とっていう、うん、この2つのね中間ってないわね。ないですね、うん、最近なんですか。最近向こう外国に行って産んでくる方が多いようです、うん、ね、うん、ねえ、うん、私もどっちやったわ。私は堂々と歩きたいです。突き出して突き出すってまあ普通にごく自然になれるんだなっていう感じで、うん、いいよね。早くしないと高齢出産になっちゃいますからね。そうなの35歳までなのに、ね、うん、伸びたから、うん、少し気が楽何を考えどういう番組やちゃんと、はい、調べてあの岡山県にお住まいの短大生19歳の星野雅子さん、うん、今一番したいこと、はい、私の好きな人かっこ妻子ありだってに会いに熊本へ行きたい。その人は32歳だけどとっても優しくて若いのです。その人に会いたい。名前言ってよかったのかしら。書いてあるもんね。匿名って書いてないもんね、うんうん、なんで電話番号書いたの。僕のことかな僕は31だからはい、そうかな、うん、でも熊本だから違うわね。いいなこういうの、はい、というようにね、いろいろあるんですよね、うん、はい、もとこさん何したいですか今。うん、私、はい、今もう かなりこう視界のラインを狙ってるという未来が見えてきたねうん、来週はそれでは、はい、皆さんもどうぞ、そいでは、ね、あのおはがきにいろいろ書いてね、今一番したいことを送っていただきたいと思います。それではここで水越恵子さんの歌、はい、32階のバー、はい、そうです。お酒好き。はい、大好き。何が好き、うん、ビール、ウイスキー、日本酒、うん、ラオチュー、うん、何でもです。あ32階のバースモンドの街を低く見下ろし
しか映らない水越恵子さんの32回のバーでした。今日は本当に初めてのこといっぱいあるわね。あのえのきちゃんがね、それは別に、うん、だって曲の間にね自分 の、 あの電話番号とかね書いて渡してね、うん、劇団オペラハウスの、いやだけどそんなことは11月公演やったことないじゃん、地下室のコメディ、うん、でもそんなことやったことないじゃない。え飲みましょうってさっきそれを僕今後で言いますから、うん、あそう、うん、まあいいんですがね、今日は水越恵子さんをゲストにお迎えして目覚めた時のままというこの Q&A でお送りしました、水越さん、はい、恵子さん、お聞きの皆さんにメッセージがありましたら、はい、秋も深まってきまして、食欲健康それから美容いろいろね、うん、おしゃれもそうですけどね、うん、あのいろんなところに好奇心持って頑張っています。であのコンサートツアーも、うん、あの日本全国北海道から沖縄までやってますので、はい、またお近くで見かけたらあ来るんだななんてちょっとだけ気にしてください、それから9月1日に発売した、バイブレーションというニューアルバム、あの何曲か今日も書けましたけどね、うん、その中から、うん、もう一度最後に Feel So Blue という曲を聴いてください。まだそこは行かないです。あ行かないですかいいんです。でもあらあの上手ね、あ司会みたいのそうですか。じゃあトントン行っちゃうのね。来週は一応私今日司会者なんですか来週はばっかりで、あの水越さん、うん、曲の、ね、説明をお願いしますたらそこ行くわけ。そう私言われたことを忠実にやらないといけないかと思ってそれはあの八甲みたいですが、うんはい、ここ最初いらした時に池谷さんからそう言われたんでしょ。そうなんです。まだそこ行かないの。そうなんですか、うん、ここはまあ単純にお聞きの皆さんにご挨拶っていう、はい、八甲とあの西郷さんの印象どっちが好きですか。つまんないですもん西郷さん何向かしてる。夏向き、うん、どうして。え浴衣着てる。あ、そうか構成は榎木雄一郎さん。はい、失礼しました。来週はいよいよ吉田美奈子さん、そしてその後川島英子さんを予定しております。皆さんのリクエストをお待ちしております。榎木さん、今日の一言。今日はね、非常にあのハッピーでね、うん、水越恵子さんにお会いして、あの全然違うイメージ僕ら持ってたんですよね。どういうイメージ持ってた。そここの、ね、ジャケットの感じですよね。あグリッコさんみたい、うん、というかね、うん、非常に気さくな方でね、うん、非常にあのよく嬉しかったですね、うんうん、電話番号も渡してその辺バッチリね、うん、なかなかね本当あのいや、ね、私と違う風に見られるみたい。そうですね、写真だとやっぱり、うん、ある程度年齢をの言った女性ってやっぱいいですね。いやいや25を過ぎた女っていうのはね、やっぱ女はやっぱ30過ぎぐらいから本当によくなってくると思うんですけども、うん、まだね10代だ20代だって言ったらね、いつもって言ってることいやもうあの片方ではね、うん、白いキャンパスを染めたいというのはあるんですが、うん、キャンパスじゃなくてキャンパス失礼しました、はい、でもね、うん、本当に
いいですね、そのちょうどいい年頃ですよね、うんうん、あの友達になれる年頃だったでしょ、うん、あやっぱりね、うんうん、あの気が許せるっていうか、そう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 、最近会った初めての人でもね、うん、なんとなく通じちゃうなっていう人、共通部分があるんですね、東京育ちですか、いや山梨県なんです、大型の水亀座です、はははあ、またいっぱい話しちゃった大型の水亀座というとかなりあのこうなんていうんですかね、放落というか、ああ楽天家です ね、はい、なんてわけのわかんないことを始めちゃ う、まあ、う突然そうです周りをびっくりさせちゃう、ね、僕は A 型の蟹座ですからね、非常に、ま、真面目で保守的で、あ家庭を大事にして、うん、あ神経質でね、面白くもなんともないですよ言いながら笑ってる自分で私もいるんです、もこさん何型の何座ですか私、はい、A 型のサソリ座、サソリ座の女、うんうん、だから僕とモコさん合うんですよね、合わないよ池谷さん魚座ですから合うんです3人が、うん、ちょうどさあの回ってるんです、あの星座が、あ、うん、私の場合は双子座とかね、うん、が合うんですって、うん、うちの天笠さんは双子座、あそうですか、うん、よろしくお伝えくださいまあ星座とか合わなくてもね、無理やり合わしちゃえばいいんだからね、あんなものはね、あのそんなものは関係ないですね、おしゃべりは高橋もと子でした、今日あんまり喋ってないみたいですねでも本番始まる前に私は喋ってたからいいじゃないですか歌も歌ったし、ニューサウンドスペシャルお別れの曲はここで初めて水越恵子さんに紹介していただきたいと思います、はい、じゃ あ、 あのニューアルバムバイブレーションの中から、うん、フィールソープルお別れに聞いてください、もうちょっと言ってくれない、あそうなんですか、うん、こうイメージをこういう風に膨らす、そかそか、もっとねマイクにあの口を近づけてね、うん、囁くよ、でもそうすると田舎者って言うじゃないですか言わない言わない言わないからあの深尾さんのために、ミキさんの深尾さんのために、あそうなんですか、ですね、これはあの舞台を東京の表参道の喫茶店にしましてで作ったんですけども、前付き合ってたとても素敵な愛していた男の人がばったりこう背中で恋がしたわけです、巡り合ってしまった、また巡り合ったんじゃないですね、再び会ってしまった、でもとってもその横に美しいお似合いの彼女がいた、でふとこう考えてみたら忙しさなか自分はね、何年か3年ぐらい隔てて今日まで来たけど、やっぱり愛したのはあなただけだったという、やめなさだってもう綺麗な女の人連れて、歌の話なんだから歌の話なの、あ芸術の話じゃないの、歌の話、すごく盛り上がったんだからそれで曲行こうかなと思ったらやめなさいってそういうことはないでしょそんなあの 秋のね、うん、今の季節の、うん、イメージで聞いてみてください、Feel so blue.
いつもの